次のステップがあります、まあ、次のステップとしたら、はい、形、うん、スイングの型をしっかり、体に覚え込ませるっていう作業がすごい大事なので、うん、まあ、理想を言えば家に鏡、姿見が、鏡、うん、みたいなのがあったら、それで自分のことを見ながらやるとより効率がいいんです。まあ、最初にこうやってグリップして連携してちょっと膝を折ってクラブを落とす。でクラブを肩の位置までこう上げた時にここの位置が L 字になるよ。でトップまで上げてあげる。で降りてきてインパクトをまっすぐ渡してこの時目線ずっとまだ下で、この時に L 字、これ自分で確認してあげる、鏡見る。L 字の時まだ下を向くんだ。向いてて、それで、こっから目標方向を見てあげて、で、フィニッシュ、完成みたいな。この流れを家で、やると、絶対的に形が良くなるから。へぇ。うん、形がいい方が当たるのいいところに当たる。形は結構大事、だって上手い人って結構形よく見えるでしょ、確かにこの間のね、凛ちゃんとかもそう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 、うわぁ、右足がちゃんと立ち姿とか綺麗な方がいいんです、でちょっとやってみよう、はい、はい、グリップしてお辞儀そうで、L 字を作る。そうそうそう。ああ、うまいうまいうまい。で、上に上げて、で、インパクトを下向いたまんま、そう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 。で、フィニッシュ。ああ、100点、100点、100点。一発 OK。いやー、そう。それを、ほんと姿見が、カラーの前で、見ながら。見ながら。もう OK です、OK です。すごい。じゃあ、じゃあします。いやー、サラちゃんがこうもうまいと、どうしたもんかね。頭を準備した。あ、そうかそうか、別に球を打つわけではないのか。うん、形でね。そうそう。グリップして、くっつけーのー、くっつけーのー。そうそう。連携して、ちょっと膝を折るの忘れてるかな。膝ちょっと折るといいの。そうそうそう。で、肩の位置まで手を上げて、こう行って、そう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 。ここでもう上げる、もっと。そう。で、ここから一番あのトップまで上げて。上げて、振る。インパクト。で、カーン。そう。で、フィニッシュ。わあ、うまい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 。ということは、パパを見るタイミング結構長い。長い。しかもだってさ、この時にはもう球はここにいないじゃん。こっちに飛んでってるのにまだここ見てるってことさ。うん。なんでだろう。これは球さ、打った方こっち見ちゃわない？打ったら。あ、まあこうやってね。そうだってここからさ、ここにある時にはさ、手が、もう打ち終わってるからこの辺にあるよね、ボールが。あ、すごいすごいいい質問。なんでそれをしちゃダメかっていうと、ちょっとこっち来てもらって、前来てもらっていい？この時に。なんで下を向いてないとダメかって言うと、この時にこうやって向いていると前傾姿勢が崩れちゃう。前傾姿勢って何かっていうと、これでまあ直立でしょ、まっすぐでしょ、でこれ前傾姿勢作るじゃん。ゴルフってこの背骨の角度の前傾姿勢をこう保つことがすごい重要なの。ここまでこうやってこの時にこうやって起きたりとか、ここからこうやって起きたりすると、クラブの軌道がブレブレになっちゃう。だから前傾姿勢を保つためにも、こう見ておいた方が、ここまでは前傾姿勢を保って、ここから起き上がるっていう理屈なんだよね。なるほど。うん。そのためにもやっぱり、下を向いて、前傾姿勢を保ったままねじってあげるってことが大事なんだよね。だから見るんだ。そう。バックスイングの時も、だってこっち見ちゃったらこうなっちゃうじゃん。うん。うん、売れる。そう、すごいいいっすね。なるほど。うん。
次はですね、まあ、このクラブフェイスにしっかりボールを芯でコンタクトするっていう練習を、まあ、してもらおうと思うんですけど、まあ、それを分かりやすくする、まあ、練習器具みたいなのがあるんだけど、ちょっと今日忘れちゃったんで、こう、アイアン型のシールがあるんですよ。貼って、ここに貼ってボールを打つと跡がつく。あ、なるほど。何回やっても？そう、何回やっても、そう、跡がついて、そう、当たってる場所が分かるっていうシールがあるんだけど、今日ちょっとそれ忘れちゃったんで、その代用品として、シェービングクリーム。シェービングクリーム？シェービングクリームを、そう、アイアンのフェイスに塗って、ボールのどこに当たったかっていうのを見るんだけど、まあ、普段練習場でやると、シェービングクリームで座席も汚れるし、確かに。そう、ボールにもちょっとついちゃったりするから、まあ、いろんな練習場では多分使ったらちょっとアウトなんだけど、まあ、今日は特別に許可もらってるんで。こう塗って、で、こう、つけるでしょ？はい。こうつけて、まあ、ちょっと実際打ってみます。はい。1、2。うわー、きれい！まっすぐ。で、夜空に、どこ？当たった？ちょっと下目です。あ、なるほど。あ、ほんとだ、くっきり。こうやって、跡がつくじゃないですか。くっきり丸く出てる。大体この芯に当てることが結構大事なんで、今のはちょっと下目に当たっちゃったんですけど、これで自分の当てる場所が意識できるんで。ははー、なるほど。そういうこと。お二人とも、シェービングクリームを塗って。やりたい、やりたい。やってみよう。あー、今変なとこで絶対打ってるでしょ。どこだ？あれ？でもなんか、え？丸、丸。あ、ここに当たってるんだけど、今のは、こう当たった時に、フェースがすごく開いて当たっちゃってる。はあ、でも当たってるからいいこと。もう一回やってみます。角度がちょっと良くない。そうそう、当たってる時のフェースの向きがこうなってるのか。そうそうそう。でもそうやって芯に当たってくれば球はまっすぐ飛ぶようになる、また違うとこだな。あれ、今度は、ま、なんか下に2個ついてるぞ。なんか人型見てもこれはこれはちょっと下の T も打っちゃってボールも打っちゃってっていう状況。うん、本当はこの上の丸だけつくといいんだけど、なんか人型みたいになっちゃう。確かに。奇跡。奇跡だ。オッケー、じゃあちょっと次、サラちゃん行ってみます。はい。あれ、これ、ここに置いてもいいですか？うん、置いた方がいい。いや、こっちに置いても。グリップして。曲げて。もうちょっと腕リラックス。そう。同じ方に行った。右に。どうなった？下すぎる。あ、でもね、いい感じだね。初めの。アイアンの場合はちょっと下目の方がいいから。この真ん中より上半分より、真ん中より下半分の方がいいから。やたら。じゃあもう一回ちょっと。はい。もうちょっと飛ばしたい。でもこうやってシェービングクリーム使うと、なるほど、そう、当たるところが分かるから。腕を張らない。お、結構まっすぐ行った。まっすぐ行きました。お、下の真ん中。お、これいいじゃないですか。めっちゃいいとこじゃないですか。めっちゃいいとこだってる。これめっちゃいいですよね。もうこれ100点です。100点。お、ミートした。じゃあ今した通り、うん、面白い、面白かった。最後に2人ともね、形もなんかできてるし、まあ、ミートするって感覚も、まあ、ちょっと分かりやすくなったかなって、ミートするっていうのね、まあ、芯に当たるって、お肉ミートそう、そのミートへぇ、合うってことかな。合うのミートなのかな。ジャストミート、ジャストミート、ジャストミートのミートだね。へぇ、ちょうど合う。わかんないけど、そうするとそうそう、まあそれを踏まえた上で、まあ、また次1ヶ月後、このグリップ、また1ヶ月後、また1ヶ月後、アドレス。だってそんなすぐ上手くなんないでしょ。そうね、1ヶ月後。でも毎日これがあった方が上手くなる気がする。あ、こうやって集まった方が、集まらないとやらないっていう宣言ですか、逆に言うと。ね、一人じゃなかなかね、モチベーションがね、そうそうそう、寂しくなっちゃうじゃん。そうだよね、そうだよね。
いやまあまあそれで、そうグリップアドレス、うん、その形、うん、型、うん、まあミートはちょっと家でできないからそうですね、うん、クッション投げに、そのあと3つを加えて練習してもらって、うん、まあ次1ヶ月後って感じ、うんうん、家でクッション投げするのシュールだよね。なかなかね夜何が良くなってんだろうってもうさっぱりわからないもんね。でクッション投げして投げた時に、まあ、フィニッシュまで行くってやると、うん、クラブを振り切れる練習になるから。じゃあ意外に重たいもので振った方がいいってことですか、うん、重すぎると重さに振られすぎちゃうから、うん、なんか あれで多分 2,3 キロだから 2,3 キロぐらいでいいかな。あ、なるほど。襖抜けそうだしね家の。そうそうそう壁ねドカーンってなっちゃうから、うん、ちょっとそこはちょっと確認して、はい、うん、はい。じゃあ1ヶ月後、1ヶ月後、はい、うん、に何どうすればいいんだっけ、何をしたらまでに今みたいに練習しておけばいいと思う、ね、あ、うまくなる、うん、そしたら来月はコースに行く、うん、こ早いもうこれでいけるんですか。いやまあちょっとさっきの、まあ、アイアンのちゃんと芯に当たってミートできるかっていうのを、まあ、10球打ったら5球かな、5球5球半分でいいの、真ん中より下半分の芯で捉えられるようになったら、うん、ちょっとコース行ってみます。お、本当、うん、あの T のやつはあり、ここに人型みたいに T のやつもさ、人型はダメ、あ、ダメ、あやばい、絶対人型になるんだけど、そうボールだけちゃんとつくよ、あ、はい、あ、うん、じゃあやっぱ T を外してね、床でもやる、絶対そっちの方が、うん、そうしよう、そうしよう、まあ、あとはちょっとだから本当に市原さんいなくても行かなきゃダメだよね、うん、コース行きたいじゃん、ね、行きたい、何なんそのしよう迫ってくるよこれ、私の年齢をばらしてくるよこれ近い近いね、っていう感じですか、はい、そうですね、はい、でも打てるようになって、うん、もうこの7番だけじゃいけないですもんね。そうですね、だからまあ1ヶ月後ちょっとコース行くときにこれだけじゃダメなんだ、これだけじゃダメなんで、え、うん、じゃあちゃんとできたら、うん、道具買ってくれるかも、ね、パパー太っ腹ー太っ腹ー、わかんないけど他のがどう使ってね、うん、どういいのかよくわかんないけど、うん、まあでも欲しい、とりあえず7番練習してある程度上手くなったら道具揃えていっちゃっていいもんですか、うん、まあ、全然他のクラブ振ったことなくても、うん、でそこはまた回り方だったりとか、まあ、そこでまたコーチングするんで、わー、教えてください、楽しそう、まあ、じゃあとりあえず次1ヶ月後に10球中7球5球5球5球ちゃんと当てよう、人型じゃなく、うん、丸い後ね、それができたらコース、それができたら道具を揃えて洋服も揃えてコースに、やばー、頑張りましょう、千尋さん頑張りましょう、ガゼンやる気出てきた、いけちゃうね、これは5球だよ、だってね、余裕できる私たちは無駄だ、結構難しい動き、うん、結構難しいよ、綺麗なところに当たるの、うん、千原さんがやったら全部綺麗なところに綺麗な丸に当たる、いや10球中やっぱ10球全部同じところに当てると結構難しくて、あ、そうなんだ、うん、でも難しいんだ、難しいね、はい、常にやっぱこう芯に当てるってことを意識して、うん、フェースの面を意識していくってことが結構重要だから、うん、プロでも、じゃあ3、じゃあ3球ぐらいにしていただいて、まあ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 、まあまあ、様子を見て、まあ、まあ様子を見て、うん、じゃあこの動画、気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、お願いします、じゃあまあいつもの、はい、いつもの、いつもの、いつもの今日初めてでしょじゃあまあ連携して腰折って、はい、前傾して腰折って揃って揃いましょう、はい、せめてじゃあ前傾して腰折って1ゴール1ゴール、はい